聞くことはほぼないですけどね。先生、行った方がいいっていう日本でそういうこう、ある意味ビジネスシーンだと名刺の交換するの結構当たり前だと思うんですけど、あちらでそういうところでは名刺の交換ってまずしないんですか？まあ、そのしないことない、あることはありますね。向こうでも持ってる人いるけど、日本ほどこう徹底してないのかもしだから日本はそういうのを言うのは不得意だから、日本語で不得意から、だからもうこう持ってるんでしょうね、名刺をたくさん。挨拶で必ず名刺を交換しますよれない。何を言ってるんでしょうね。それは、that's a good question。それはいい質問だと思います。ね。だから自分で名刺を印刷してますよね、だから要で、は。あれを見れば、こう役職が分かったりとか、そういうことが分かるので、日本人にとっては都合がいいんじゃないかそうです、そうです。で、読みにくい名前は必ずこうなんかちょっとこう、読み仮名が書いてあるとか、なんかとかしてますね。と。まあ、そういう人はまれに言うし、こう難しい読み方の人もいたりするんで、で。私も一応、形状が女性なので、携帯の番号は書いてなくて、この人だったら取引するなってなったら、携帯を書いて、番号を書いて渡してますね。そこにね。はい。っていうふうに、手書きにすることにしてます。あ、これは仕事で、多分連絡取り合うなって分かったらですね。それで、because the exchanging the business cards are kind of very common thing in Japan。で、その名刺の交換っていうのは、日本ではこう、よく頻繁にされてることなので、so knowing that when the business people from America come to Japan, they also make their business cards。In Japanese and in English, on both sides. で、私は以前ってだいぶ前だけど、日本で仕事してた時、外資のところで仕事してた、会社で仕事してた時があるんだけど、そのアメリカの会社というか、アメリカその出資、その半分、その会社の半分を出資してたのはアメリカの会社だったので、そこから来た人たちは、その日本ってこう名刺交換がすごいじゃないですか。すごいって、こう慣習になってるじゃないですか。なので、この来て、それでホテルで注文できたりするんですよ。そのビジネスカードをね。で、作って、で、バイリンガルのビジネスカードを作って、じゃ日本語と英語の、そんなとかして準備してましたね。そういえば先生、その幕張メッセとか、マリンメッセとか、ああいうこう、大きな会場のところに入るっていう時に、こう、なんか ID カードみたいなのつけると思うんですけど、あのところに自分の名刺を入れますね、そういえば。もう、誰だっていうのがわかるように。こうやり始めた、その昔はやってなかったですよね。でも最近はなんかあれちょっと普通で、そなれ感じがで、表そが、の別に名刺交換もするんだと思うけどね。そうです。で、表が日本語で、裏向けたら英語になってて、こう英語で分かりやすいようにとかいう感じで、なんか結構一般的になりましたね、そのやり方って、今は。で、その昔はこういうのを、まあ、でも例えば、when the executives comes to Japan、だから例えば、その重役みたいな人たちが来るときには、よくそういう場所に行かないとそれをつけないと思うけど、そうじゃなくて、その人たちがまたそのビジネスで、そう、他の人たちに会うときは、やっぱし、その、なんていうの、ビジネスカードが必要ですよね、日本でもね。だから、そんな使ってます。だから、ビジネスカードって、it's a long living thing。でも、寿命長いですね。ビジネスカードの寿命、すごい長いね。